みなさんこんにちは、しおりみちゃんのしほとりみです。はい、というわけで今回はね、今回は何をするかというと、もうサムネから見てね、もうお分かりの通り久しぶりに三色マークをしていきたいと思います。ということで、ペンがこちらにあるんですけど、はい、今回はね、何のキャラクターのお絵描きをするのかというと、ねずこです。寝ちゃったいや、いや、ね、こちらのね、ねずこを今回は色を塗っていきたいと思います。はい、他にもね、炭治郎とかやりたかったんだけど、とりあえず最初はねずこ、ね、最初はねずこということで、うん、やっていきたいと思います。はい、はい、ペンはですね、ここに20本入ってます。このペンはね、ゲッセンで撮ったやつなんですけどそうめっちゃいろんな色をセレクトしてきましたので、楽しい彩りになりそうですねOK、はい、20本なんでね。じゃあどうする、どっちが最初3本引くか、じゃんけん、じゃんけんだね。最初グーじゃんけんぽい、あいこでしょ。勝った、高校で。高校でいいの？優しい。じゃあ目つぶって、目つぶって。あ、しーちゃんが目を押さえて。で、シャカシャカ。待って待って待って、シャッフルしないと。目つぶない？リミちゃんが目つぶるよ。いい？いいよ。あ、じゃあ一本。うん。もう、かないよな。はい。じゃあ、あと2本も取っちゃいましょう。まあ、紙塗るのに黒とかも必要ですから。はい、はい、いいですか、見ます。いい、見る。こちらです。緑率が高いね。じゃん、黄緑、水色、緑というわけで。いや、でも翔ちゃんはこれでも緑がなくなっちゃったね。そっか、溶けかけない。しょうがない、しょうがない、しょうがない。じゃあ、しほちゃん行きます。じゃあ、りみちゃん、目をしほちゃん隠して。あ、キャップがどっか入っちゃった。うぃ、もう一回やりたいよもう一回、二回戦ある。なんか、りみの手、綿飴の匂いがする。え、甘い匂い。お祭り行った。お祭り、お祭り行ったはい、ちゃんと隠した。いいで、シャカシャカして。はい、どうぞ。見ないでよ、見ないでよ、見ないでよ。お、これと、はい、あと2本、これと、はい、ラスト、はい、これで、はい、いけるよこれ、いける。ねえ、塗んないとこあっていいんでしょ。いいよ、いいよ、塗んないとこもあっていいでしょ、もちろん。なんか今回は綺麗な色が出なかったね、赤とかピンクとか。私、茶色とオレンジと紫でした。はいはい、まあね、ミニオンの時とかに比べれば、うん、ね、いい、いいね、はい、これで髪の毛塗れるし、これで肌色塗れるし、これでリボンとか塗れるじゃん。いける。画面こんな感じでいいかな。あ、うん、いいですか。はい、お、じゃあやりますよ、リミちゃん、はい、やりますよ。いいでしょう。はい、じゃあ始め。やばいことになりそうだ、ねずこは。ね、何時間かけていいの？何時間もかけないと。やばいねずこになるよ。だって緑と黄緑と青ですよ。頑張ってるね。こちらこそ。こちらこそ。リミって、うん、なんかほんと最近しほりになってるね、リミ。なったよ、だってしーちゃんがそういう態度するんだもん。態度とか、私変な態度だってた、ごめんね。なんか待ってるよ。地獄でさ、しーちゃんと一緒に仮名を書いたじゃん。うん、そしたらさ、先生のコメントさ、カナオって誰っていうさ。だけど先生、カナオ知らなかったか。うん、しょうがない、ね、だけどカナオって書いてたよ
生つより読めなかった気がする。うん、でもあれ難しいよね、漢字。うん、鬼滅の漢字難しい。あの出てくる人だって、カナオだけ書いてたもん。つゆりって書いてなかった。リムがカナオって書いたんじゃないの？え、つゆり入れたよ、うん、しーちゃんが書いてくれた。どこまでが、あ、そっか。髪の毛水色なんだ。そうよ。結構やばい。やばいでしょ。リムの大ピンチなの。大ピンチなの。そうよ。バンバイ。でもうちも髪の毛茶色というね。ちょっとなんかそこだけ塗る感じか。いいね、しーちゃん、ナイスアイディア。リンや大雑把に塗っちゃいます。多分ね、ここ全部ね、あのね、カットかね、スローモーションじゃなくて、スローモーションにしたらどれだけかかんの時間。早起き、早起き、そうそう。だから、あ、はみ出しても言えた。変なこと話しても多分ね、聞かれないよ。安心してるから。うん、どうしよう、竹紫にもしよう。竹色紫になる。なんで3色しかないからね、でも。おー、ねずこの髪が水色。意外と良くない？ね、意外と良くない？うん。ねずこ、紫のさ、竹って毒ありそう。なんか文句言ったかな、リミ。言ってないよ。あ、そう、よかった。鬼滅の20巻ってあと何日したら出てくるんだろう。何時？あと何日すれば出てくるんだろう。何日か、それは知らない。私も知らない感じです。ねずこが。おお、なんかいいじゃん、でも。本当？新鮮。なんか緑と青のねずこ。あ、目もちゃんと工夫したね、リミ。私よ。ちゃんと3色でいいじゃん。可愛い。なんか可愛いっていうか、なんていうの？ね。じゃあ題名をつけてくださいね。後で聞きますから。もう考えた？うん。何？題名は。ギャルになったねずこ。ギャルになったねずこね。
カラコン、カラコンしてんのね、ねずこね。そうだよ、そうだよ、髪青くなっちゃった。そうはい、ギャルになった。3色にね、うん、なったねずこ、うん、3色になったねずこね。顔色が白くなっちゃった。顔色が、そうなのね。そうよ、できたかも。できた。はい、今肌の色塗らなかったらよかったってめちゃくちゃ後悔してる。まあでも肌色に似た色が当たったからね。そうだよね、塗りたい気持ちも。こんな感じ。なにムームーって言ってるけど、ねずこってそういうの。あ、そうなんです。付け加えてるから喋れないんだよ。そっかそっか、ムームー。ちゃんとね、漫画も読まないとダメなんですよ。すいません。どうですか、しょうちゃん、いいんじゃないですか。また違った感じで、ね、もう一回やりたい。2回戦、うん、もう一回やろっか。待って、しょうちゃん、題名教えてください。はい、はい、リミはギャルだって。ギャルになったね。だったよね。しょうちゃんは何でしょうか、題名は。顔色が濃くなったね。日焼けしたねずこ。それいいじゃん、それいいじゃん、それいいじゃん。どう、プールに、プールに入ったねずこ。プールに行ってメモ。全員とプールに行って帰ってきた後ですか。全員とプールに行って帰ってきたねずこ。日焼けしてるねずこね。はい、長いな。しかもメモプールの色。どこがプールの色なのそれ。どこがプールの色なの。紫なの、ね、プール。着物も。着物も。なんか書いてますね。じゃあ、ねえ、一度、うん、プールに行って。プールに行って。あ、それを書いてくれてるのね。プームになっちゃった。はい、じゃあ出来上がりですね。題名もちゃんと。プームに行って書いて。プームになっちゃったよね。並べてください。そんな感じですね。全然違うわね、全然違う。なんか同じなのにやっぱ違うね。なんかさ、うん、なんかリーのなんか草水タイプだね。そうだね、なんか草の中に隠れてたみたいな。ひーちゃんはアクタイプ。うち岩タイプでしょ。岩、アクだよ。アク、毒ね。毒か、毒。何、アクって。アクって何。毒だよ、しゃぶしゃぶなの。アクアクは美味しくないから取らないとね。悪魔の悪ってことなの？悪タイプ。これ？あ、目が青、紫だから。うん、でもやっぱや塗り方によって全然イメージ変わるね。こうやって見るとね。で、ね、目変な色して。なんかねずこって言うとやっぱさ、なんかピンクとかさ、可愛らしいイメージじゃん。イメージね。なんか日焼けしてカラコンしてギャルになったねずこ女じゃない。はい、じゃあこんな感じでね。はい、はい、じゃあしほちゃんの顔を写しましょう。写ってなかった。久々にやってどうでしたか。ほんと久しぶりだよね、三色マーカーやったの ね。楽しかったわ、ね、じゃあ結構これ楽しいよ ね。はい、もう癖になるっていうか。そうね、そうね、確かに。じゃあね、また今後もね、はい、また鬼滅のね、3色ばっかりやっていきます。もう絶賛ドハマり中なので ね。ママ2回戦、2回戦、2回戦も検討します。カナオ好きすぎてたまらん。じゃあ、ひょうちゃんはカナオ大好きだよね。ユッツする。で、リミ誰推しだっけ。ムイ、ムイくん。うん、ムイくんもね、かっこいいのね。それでは、バイバーイ。バイバーイ。